主人公の幼少期も現在もなんか顔のデザインが独特で微妙やね。そこがすごい気になった。最弱の支援職と話術師、バフデバフがどれだけ重要か。最弱なわけないやんっていう。いきなり仲間2人の裏切り。金持って逃げた。話術師っていう役職初めて聞いた。外れ枠って言われてるけどかなり重要な役職じゃない。1話だけじゃ面白いかわからなかった。次も見る。主人公を生きっているな。最強への手段を選ばない感じが。字幕が支援技になるのちょっとシュール。てかそもそもが強い。見た目中性的だけど戦士男をめっちゃ煽っていて草。こっちも煽り耐性なさすぎ。でクラン創設で分裂と女メンバー乗り気じゃなかったしリーダーとできているような気が。話術師1は良かったと思う。この作品は話術に特化してるので戦闘力無双が見たい人には合わんよね。それが面白いんだけどね。スキル発動の演出とか原作や漫画では味わえないアニメならではの部分があってやっぱいいな。やっぱ話術師の戦闘シーンすごいよね。いきりアニメーションすぎてにちゃついとる。最弱職で世界最強を目指す話。なんか技の演出が安いゲームみたいですね。そしてすごい中に臭い。主人公の煽りスキル高め。さすが話術師ですね。パーティーの戦士と嫌な雰囲気になってると思ったら剣士と魔術師が裏切りと。すごく良い感じ。もっと闇を見たい。魔術師のアニメ1話見たけれど途中でちょっと先行き不安になるものの2話への引きは良かった。継続視聴して様子見だ。原作小説と漫画はおすすめできるんだけどね。やっぱり1、2話続けてみたい。来週の2話目先行配信が楽しみ。先行上映会の時スクリーンと音響でより圧倒されたからヘッドホンつけてみてみようかな。原作が好きで読んでる漫画のアニメ化はとても嬉しい。話術師ならではのダークファンタジーの空気感が伝わってくる1話でした。じわじわ盛り上がっていきそうですね。2話も楽しみ。綺麗に、とても綺麗にまとまってますよ。これは期待通り。というかそもそもコミック版のヤモリちゃん先生の原作リスペクトがすごい作品だからアニメ化少し怖かったのだけど驚くほど丁寧でした。スタッフ様に感謝。祖父に憧れ探索者を志すノエルの職能は最弱と評される支援職の話術師だった。1話の引き良かった。主人公話術師なのに仲間内でギスの中心はギャグかな。作画は良かった部分と怪しい部分もあったかな。最弱職で成り上がる系アニメ。自らまともに戦う力がなくハーレム系でないところも好感が持てる。今後が楽しみや。話術師1話見たけど最高。漫画で読んでたやつがアニメになるとまた違った感じがする。早くには見たい。敵のデザインが気持ち悪くて中二病感あふれる世界観もとても良い。漫画読んでたから楽しみやな。ノエルがかっこいい。続きが楽しみです。すごいシリアスなシーンで主人公が「俺は最強の鹿になる」って言ったから鹿の子を思い出してしまった。主人公の意志の強さがかっこいいです。まだおもろくないね。でもこれからだね。おもろくなるの。チタチチ登場まであと何話なんだろう。早く見たいな。まだ何とも言えない。面白くなるかはこれから次第。ただ主人公の性格に若干難がありそう。ロイドとタニアは金だけ持って逃げた感じかな。どういう展開になるんだろう。コミカライズの作画の良さを生かしたアニメ化で嬉しい。話術スキルをどうやってアニメで表現するかと思っていたらすっごい喋るしすっごくフォントアタック。主人公のノエルくんの顔が良くて声が良くて性格が悪いのが良い。長ゼリフをいい感じにアニメに再構成してる。期待してます。主人公が事あるごとに伝説のシーカーになるって言い続けてるせいで脳内にノコタンがちらつきすぎてダメだった。支援職で単独の戦闘力がカスだから舐められるってのは近年度ナロー界隈だとお約束として見せ方はあんま良くない。1話でも変人は出ていたが主人公がキレッキレの現実主義者なのが面白い作品なので2話目以降が楽しみです。ただバフ描写がちょっと12秒臭すぎるのが残念である。あとは中盤で作が倒れしそうな気がするのが懸念点かな。ダークなファンタジーオンラインゲーム直輸入みたいな戦闘スタイルだった。パーセンテージ出てるんだ。誰が測ったんだろう。舐められたら終わりを心情にしてる主人公が普段からちょこちょこ舐められてる上、ラストシーンでめっちゃ舐めたことされてて次が気にはなった。転生ものではない異世界もの。さっと主人公の生い立ちや世界観設定の説明を済ませ手際は良いが、いかんせん目新しさが足りない。引きもありがちなので、逆に庭に何かフックが用意されてるのか気になる。ロイドくんの度重なるタニアちゃんへのボディタッチがキモくて話が入ってこなかったんだけど、この2人恋人同士だったのか。公式サイトに書いてあった。言ってよ、言ってた。主人公にバルターがうざからみしててマジでうざかった。第1話は主人公の生い立ちと物語世界の紹介。メイン武器として銃があったり魔鋼技術みたいな発展をしていて、企業や広告なんかもあるような独特ない世界。ノエルもオープニングもかっこよかった。初めの語りから大輝くんの声ずっと聞けて最高です。1話はとても気になるとこで終わっちゃった。序盤の4人パーティーでクランを結成しようとしたらカップル2人に裏切られ、多分資金も持ち逃げされてるよな。これノエルと言い争っていたけど、クラン結成に賛成していたバルターさんは結構お気に入りなんだけど、キービジュ見る限りクラン結成できなくなったから離れていくんやろな。結構面白くなりそう。原作は序盤まで既読。最弱と言われるは術師である主人公の成り上がりだ。今回は世界観と主人公の紹介がメイン。話術エフェクトは面白く、戦闘描写は分かりやすい印象。今後の出会いや策略が楽しみ。追放ものかと思ったら結構熱血くんだ。主人公の動機と欲が分かりやすくていいね。オチはまあ分かってたけど、終盤でようやくエンジンがかかったかな。今回はノエルと英雄の祖父の過去話をメインに現在のノエルの状況説明。戦闘よりもシーカーやクランに対しての思いを述べてる時の方が好き。演出や作画については今後もう少し魅力的な場面が出てくると嬉しい。個人的な感想。ここまで動画を見てくださってありがとうございます。第1話、最弱が最強を目指す理由の皆さんの反応でした。ノエルくんの子供時代、女の子かと思いました。バルターがノエルに対してかなり険悪な雰囲気を見せていたから、追放されるのかと思ったんですが、話術師の有用性を誰よりも理解してるようで意外でした。と思ったら打ち上げでまた喧嘩してるし、でも、突っかかって言ってるのはノエルでしたが、なんていう風にバルターとの関係に気を取られていたら、ロイドとタニアにお金を持ち逃げされるという別方面からの裏切りが、しかもバルターと一緒に残されるという見たことない追放のされ方で、早くもにはどうなるのかが楽しみです。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこの辺りで、また次回の動画でお会いしましょう。